俺を書くな気持ち悪い,はい歯以外が汚い飾 <laughs> るなよ多いな多 <laughs> い,おい普段の歯のケアですよね、はい、もう血出るまで磨いてますね <laughs> これがいいのか悪いのかちょっとわかんないですけどまあできるだけ磨く <laughs> 磨けるときは磨くように、はい、もう それはチー出るまでっていうのは強い力でっていうわけではなくてもう回数がもうとにか気づいたらいな,んなんか気づいたらすぐチー出るんで僕は、はい歯茎からです、うん、ちょっとどうですか先生の顔が曇りましたねダメだというあれですよね先生 <laughs> すいません本当に今日はですね今フリップをお持ちしますこちらに、うん、オーラルビーア IO の使用感を一言で書いていただきたいんですお願いしますあごめんなさいすいません はい、お前長いな。横みたいな模様描きます。奇 <laughs> 跡になる前の。やっぱじゃちゃんと伝えたいんで。なんで,なんで縦に書いてんねん。ちょ自由自由な発想なんです。福田さんお願いします。<ん>じゃん。つるつるクオリティアップ。<ー>キレキラシラまで入れていただいて。<laughs> ちょっといいじゃないですか。本当につるつるになった。僕マジでマ,マジで被ってしまったかもしれない。え、本当ですか。<laughs> 福田さんと。<laughs> 8割かってるかもしれない、まあ、も知らないいですこれはどういった、はい、ことですかつるつるになったんですしあのクオリティが毎日することじゃないですか歯磨きって、はい、そのクオリティがこの1本で上がるっていうのはすごく助かることですしつるつるクオリティをもを毎日こう上げていって、うん、これをルーティンにすることによって当たり前。 歯を綺麗な状態に保ってさっき先生も言ってたように予防医療ですよね歯石になる前にちゃんと取るっていうこれを当たり前にしたいという思いから書きました、ね、あとルーティーンがおの億んなものじゃなく楽しみになりますね、うん、歯磨き楽しくなりますねありがとうございますさあではリリーさん、はい、お願いします僕はねやっぱねこの明らかに体験して気づいたのは 思考除去はすごいなと思って俺を書くな、気持ち悪いキモよれを書くなよなこれ、<laughs> かなりこんなピカピカになりますから、皆さんもお前、それに時間かけてたんや <laughs>、はい、な,なんで脱がしてる <laughs> そんぐらいもピカピカということす,すごい上手じゃないですよね、フラさんすごいですね、ちゃんとあれですね歯ブラシ、丸型になってますちゃんと丸型の歯ブラシ持って悪いなあ <laughs> 歯以外が汚い <laughs> 歯以外が最悪ですピカピカなります歯がピカピカですねい。やまあまあ思考状況ね大事ですからさすがリリー画伯ありがとうございますありがとうございます素晴らしいです飾ね森山さん飾っといた方がいいですねいらないですぜひ持って帰ってくださいすぐ焼却炉この建物の焼却炉持って行きますあるんか知らないですけどぜひ持って帰ってくだ飾るなよおいなおいおいいく作さあそれでは森山さんお願いします 僕ずっと血のこと言ってたんで血を止めてつるつるにってね俺、一番薄いやんなんつるつるかぶったしつるつるもというか全員キラキラマーク書いてるやんな全員が全員それだけやっぱり自分の印象がつるつるとキラキラが一緒になってるってですねあまり芸人さんこういうふうに挿絵とか書かないんですけど書きたくなるぐらいツルツルなだかい 岡さんこれ嬉しいですね。まあ嬉しいですね本当にありがとうございます。これ嬉しいですかこれ。あのまあそうですね書いていただいたこと。岡さんありがとうございます。はい、何か書くだけでい,い <laughs> <laughs> 何でもいいんですか書いたら。<laughs> えー